15周年おめでとうございます、本当に私たちはもっともっと今考えなくてはなりません。考えるためには本当に正しい情報、そして、愛のある情報に接していかなくてはならないと思います。アワパネット TV のこれからの活躍をみんなで応援したいと思います。アワプラは突撃だね、無鉄砲をしてほしい。この先もね、とにかく常識破り、価格破壊、違うか、何でしょうね、4321、まあ頑張ってください。小さな声を、大きな大事にしていって、大きな声にしていくっていう姿勢に惹かれて、僕はこのインターンシップを選びました。そんな社会にはまだまだ困っている人がたくさんいるので、そういう人たちを助けられるような人に僕はここでなりたいです。市民のために、女性のために、子どものために、大事なことをちゃんと伝えてくれるアワプラネット TV、 バイタリティと笑顔でこれからも頑張っていってください。皆さん支えていきましょう。よろしくお願いします。アワプラがなくなったら困る、アワプラがないとやっていけないっていう人が実はいっぱいいると思います。目指せ100周年。震災がなかったらアワプラを知ることはなかった、アワプラを知らなかったらカメラの向こうで泣いてくれるカメラマンを知ることはなかった。ありがとう、頑張って、応援してください。私たちが心の隅で思っていることを形に声にしてくれている人たちがいます。知ることだけでも活動だと私は信じています。応援よろしくお願いします。社会を変えていく映像の力を体現しているアワプラネット TV さんにぜひご支援ください。今こそ独立した、本当の意味で独立した映像メディアが必要な時です。今メディアはすごく厳しい状況にあります。それでも、アワプラネット TV、 福島のこと、平和のことを伝えていただけると思います。最後の砦になるメディアがアワプラネット TV だと思います。皆さんよろしくお願いします。未来をつなぐ本当のメディアが必要です。皆さんで一緒にアワプラネット TV を支えましょう。